新たなタイトルを世に出すにあたっては、それまでにない新しい面白さっていうのを体験してもらいたいっていうのが何より大事だと個人的には思っているので、作り手側の人間としてそこが出せるように常に前向きに頑張っております。百英雄伝の魅力は、何といっても森山さんの描く100人を超える英雄たちが繰り広げる群像劇と、群像劇をプレイヤーに体験させるバトルや戦争、一騎打ち、街づくりといったさまざまな遊びです。百英雄伝ライジングに登場したキャラクターたちも、百英雄伝では100人の英雄の中の一部でしかないんです。彼らが百英雄伝本編でどのような形で登場して、ノアやセイ、エリサたちと共に戦う仲間になるのかも大きな楽しみの一つになると思います。村山さんの描く群像劇には、いろいろな立場のキャラクターが登場して、それぞれがそれぞれの立場で行動して、それが絡み合って物語が紡がれていくんですけども、そこにはアクセサリー屋のスカーシュや防具屋のフリーダなど、全く戦いに向いてないキャラクターも存在するんです。小説とか映画では1シーンで出てきて終わってしまうキャラクターにも、いろいろな目的や立場があって、彼らもプレイヤブルにすることで、プレイヤーの意思でスポットを当てられるのがゲームの醍醐味だからです。たくさんいると作るのも大変なんですけど、今はまだ気に入っている特定のキャラクターっていうのはないんです。どのキャラクターもそれぞれの魅力が出るようにと、今は絵を描いて魂を入れている状態なんですね。で、遊ぶ段階になって1プレイヤーとして遊ぶことで好きなキャラクターが出てくるんじゃないかなと思います。そうですね、作ってるとどのキャラクターも好きになるんですけど、最近はライジングをプレイしたので、CJ とイーシャ、ガルーが大好きになりました。クラウドファンディング中にキャラクターの人気投票とかを行いまして、そこで投票結果1位とか2位になったキャラクターみたいなやつをこれからゲームで出していこうかなというふうに思ってます。どんな形で出るかっていうのも含めてお楽しみに待っていてください。今回の百英雄伝については、ファンの皆様からのご支援でスタートして本当にありがとうございました。ただ RPG っていうものはすごく開発に時間がかかるもので、そして今回のようにものすごくたくさんのキャラクターが登場するものは、やっぱりその分どんどん時間がかかってしまうんですね。もうそこについては本当に申し訳ないというしかないですが、今メッセージがあるとすれば、もう少しだけお待ちくださいっていう、もうこれしかないので、本当にお待ちください。よろしくお願いいたします。